コートニー・ホイットニーは、アメリカ合衆国の弁護士、法学博士、第二次世界大戦におけるアメリカ陸軍の召喚。戦後、占領軍、連合国軍最高司令官総司令部民政局の局長時代に憲法総案制定会議の責任者として、日本国憲法総案作成を指揮した。二川上陸作戦を指揮するマッカーサーと、ホイットニー・ワシントン DC に生まれ、 1917年、アメリカ陸軍に入隊。中軍中にコロンビアナショナルロースクールの夜間部に、通いホーム博士を取得。1927年に除隊となり、その後1940年までマニラで法律事務所を開き、同時に鉱山などの事業活動を営む。1940年に陸軍に復帰。日本軍によるフィリピン全土の掌握に対し、 ダグラス・マッカーサーの指揮したオーストラリアの基地からフィリピンの諜報活動を行い対日ゲリラ活動を指揮して脱開作戦に従事。1944年に前線に復帰し、マッカーサーと共にレーテ湾に上陸した。マッカーサーの伝記を執筆したウィリアム・マンチェスターによると、この際にマニラの諜報主弁護士のホイットニーはマッカーサーの参謀に選ばれ、 フィリピンの民生責任者に任命されたという。また、マンチェスターによると、ホイットニーは、資産家以外のすべてのフィリピン人を見下し、左翼ゲリラを支援する恐れがあるとして、南西太平洋における戦略諜報局の活動を禁止したという。日本のポツダム宣言受諾後の1945年8月30日、マッカーサーと共に、厚木基地から日本に入国。 ホイットニーは一時期フィリピンに戻ったが、同年12月15日に、再び来日して連合国軍、最高司令官総司令部で民政局の局長に着任。1946年2月3日のマッカーサーの指示によって、翌2月4日、トップシークレットの憲法総案制定会議を GHQ 内に設置しこれを主催、以後、日本政府に施行するまでの期間。 日本国憲法の草案作成を指揮した。ホイットニーは日本の占領中から朝鮮戦争までを通じ、側近としてマッカーサーに仕え、その懐刀として活躍した。1951年にハリー・エストルーマンと対立したマッカーサーの更迭、退任後、ホイットニーは退役。1956年には著書マッカーサー。 ヒズランデブー・ウィズ・ヒストリーが出版されている。1969年、死去。1946年2月3日、マッカーサーは憲法改正の必須要件をコートニー・ホイットニー GHQ 民政局長に示し1週間以内に憲法改正案の作成を指示し、翌日から民政局内で作業が開始された。ホイットニーが指揮して作成された、いわゆる マッカーサー草案は同年2月12日に完成し、2月13日、ホイットニー自らの手で麻布の外務大臣官邸において吉田茂と憲法担当国務大臣松本常治に施行。同時にホイットニーは松本常治から提出されていた憲法改正要項は自由と民主主義の文書として最高司令官が受け入れることは 全く不可能との申し入れを行った。この施行時に日本政府側の出席者に対して案を飲まなければ天皇を軍事裁判にかける我々は原子力の日光浴をしているなどの同活的言動をした。日本政府は施行された GHQ 草案に沿って憲法改正方針を決定し日本案を作成した。3月2日案はあたかも 傘のままの栗の塾到底、農丼見込むむことのお花い GHQ 草案を、一応大なる傘を取り入れ一部側を、白句程度にしたものであった。九百四十六年三月四日午前十時、日本政府と GHQ は、皇居の豪旦に位置する、第一生命ビル六階の民政局において、草案作成の責任者、ホイットニー隣石のもと、草案の協議を開始、日本政府が、 GHQ 草案の日本語訳を用意していたことが判明した時点で、協議は GHQ 草案の検討に移行した。午後6時頃、夜が明けるまでの間に確定草案を仕上げたいとする GHQ の移行により、協議は夜を徹して行われ、協議開始から32時間後の翌3月5日午後3時頃に終了、確定草案が出来上がった。協議の末に確定された。 日本国憲法草案を日本政府は3月6日午後5時に憲法改正草案要項として発表した。ありがとうございます。